フェルミ研究所へようこそ。こんばんは。海の底が一体どのくらい深いのかを知っていますか？世界で最も深いと言われるマリアナ海溝の最深部は水深19,111メートルとされています。その深さは世界最高峰である標高8,850メートルのエベレストがすっぽり収まって、まだ 1.6キロメートルの余裕があります。今日は一体海がどれほど広大なのかを解き明かしていきましょう。地球の表面の 70% が海で覆われており、地球にある水分のおよそ 96.5% が海水です。そんな海水の量はおよそ13億5000万立方キロメートルもあり、これは縦と横深さがそれぞれ 1102.4km のバスタブに水を張った量です。それでは海がどれだけ深いのかを知るために早速潜水をしてみましょう。40m。 海に遊びに行って潜るのは大抵2メートルくらいでしょう。ちなみにスキューバダイビングで潜水可能な深さは40メートル程度です。それ以上深いところまで行くと関節痛やめまい、吐き気などの潜水病に悩まされることになります。めまいがしますが、さらに深いところまで行きましょう。200メートル。水深200メートルまでは光合成できるレベルの太陽光がギリギリ届く深さで、食卓に並ぶような色鮮やかな魚を見ることができますが、200メートルより下は太陽光が届きづらいため、生態系が大きく異なる深海魚の世界になります。そのためこの地点より下を深海と呼びます。この地点での水圧は水面付近の26倍にも相当し、生身の人間が潜った場合、ほとんどの人の肺は潰れてしまいます。500メートルから1000メートル。水深500メートルはトワイライトゾーンと呼ばれていて、光が達することができる限界の深さです。水深およそ830メートルの地点は世界で最も高いと言われるドバイにあるブルジュハリファの地上から先端までの距離です。どれだけ深いのかが分かりますね。1000メートルから3000メートル。水深およそ1000メートルは太陽が全く届かないミッドナイトゾーンと呼ばれていて、水温は2から3度前後、水圧が1トンくらいあるため、ここに住む深海魚はその過酷な環境に耐えられるように独特の進化をしています。この海域からは未だにたくさんの新種の魚が発見されています。3000メートルから6000メートル。この辺りになると完全に修羅の世界です。水温は 1.5 度程度になり、水圧は海面の378倍になります。タイタニックが沈んでいたのもこの水深4000メートルの地点です。ちなみにマッコウクジラが潜ることができる最大の深さが3000メートルと言われています。19,111メートル。さてついに海底ですが、ここまで来るとあまり情報がありません。有人潜水記録では1960年に海洋学者ドン・ウォルシュとジャック・ピカードがトリエステ号に乗って海底に到達しました。その時潜水艦の水深計が示していたのは19,112メートルでした。過酷な環境にもかかわらず、2人は海底にヒラメやエビなどの生物が生息しているのを発見したと語っています。この2人以外にも様々な人が海底へと挑戦しましたが、海底の全貌は未だ明らかになっていません。人類はまだ暗くて深い海の世界を理解し始めたばかりなのです。今日の授業は終わり。また来てね。